じゃあこのラポッキにします。トップキが入った鍋みたいな感じ、ラーメン鍋みたいな感じなんですかね。それをちょっと行ってみたいと思います。ラポッキです。韓国料理です。できました。これラポッキ、トッポギラーメンなんですかね。なんかラポッキってもっと汁がないって言ってたけど、作ったまんま、あれに書いてあるまま作るとこうなっちゃうんですよね。じゃあこれで行ってみます。ラポッキです。じゃあ朝日スーパードライ行きます。うまい。じゃあこのラポッキのスープ行きます。うまいっすね。甘辛い麺行きます。結構辛いっすね。うん、チーズ入れたんでチーズと絡めていってみます。チーズと合います。麺がなかなか韓国っぽくないな。トッポキいってみます。トッポキを、うん、うまい。うん、あ、これもうまい。では最後にいってみます。はい、肉食べます。もうあったかいですね。まあでもちょっと風が冷たいか、言うほど晴れてもないしね。髪もちょっと伸びてきて、あ、今年最後の美容院を水曜日に行く予定なんですけどね。今ちょっくら伸ばしてる最中なんでですね、髪の色とかを少し変えようかなと思ってるんで。僕知らなかったんですけど、昨日モネちゃんが出てたんですか。昨日なんかあれ出てたんですよね。土曜スタジオパークってのにモネちゃんが出てたんですね。知らなかったっすよ。村雨辰政さんって、あの外国人の人ですよね。カムカムでロバート、旦那さん役だ。旦那さん役やった人です。再婚のね。ああ、これで言ってるのか。10日、上白石萌音のマネージャーが更新するツイッターで上白石萌音のショットが公開された。肩に大きな白のフリルがついた。黒ベースのワンピースを着こなしている上白石、頭の後ろでタイと目の一つ結びをした髪型、より一層シックな雰囲気を醸し出している。上白石萌音といえば、その10日の土曜スタジオパークに出演、庭師の村雨辰政をゲストに迎えエピソード投稿する予定だと。でもで予定ってかやったんですよね。上白石のマネージャーは本日13時50分は土曜スタですね、ドスタですね。村雨さんのあれやこれや楽しみですコメントして番組出演をアピールしている。この投稿を見た人から、かわいいかわいいモネちゃんと村雨さん楽しみです、こういうクラシックの美味しいは本当に素敵です、この上品たたずまい最高など、上白石の予想に称賛の声があった。なんかでもツイッターで見たけどこれなのか、昨日ですよね。見なかったっす。昨日とニットの日なんですね。ニットが似合う男性ランキングというのがあったらしいですね。まあ、当然のごとく入ってるんですけど、10位からいきます。10位町田啓太、9位吉沢亮、8位ガンちゃん、7位涼希っていうんですか、 BE:FIRST だそうです。6位松下洸平、5位玉森裕太、4位中村倫也、3位横浜流星、2位日誌って誰ですか。日誌ってのわかんないですね。西島隆弘さん。1位が佐藤健君ですね。日誌って誰？アーティストなんすね。知らないですね、日誌は。堂々の1位に輝いたのは俳優の佐藤健。数々の甘い胸キュンシーンで社会現象にもなった火曜ドラマ。恋は続くよどこまでも演じた。ド S ドクターの天童海斗のスタイリングを思い浮かべるファンが多数。11月24日から配信されたばかりの宇多田ヒカルの至極の名曲、ファーストラブからインスパイアされた話題作、ネットフリックス、ファーストラブ初恋では、北海道舞台とし、並木春道に扮し、様々なスタイリングを見せている。また、佐藤自身がニット好きを公言しており、アパレルブランドへでは、こだわりを詰めたニットをプロデュースしていることから、見せ方を分かっている。ニット愛に感服といった声が集まっている。だからタートルネックのニット多いイメージですよね、佐藤健君はね。タートルネックよく着てますよね。ロングコートにタートルネックっていうのをよく
定番で着てる感じです。ハイネックのニットを着た姿は秀逸、首が長く顔が小さいからよくより似合う、こいつやファーストラブでもその姿に見せられました。こいつの天道先生のタートルとコートの破壊力、こんなに似合う人他にいます、まあ、だからこいつはその天道先生のイメージなんですよね、ニットのタートルネックっていうのがね。自分でアパレル立ち上げて、佐藤健による佐藤健のための佐藤健が最高に似合うニットを作ってきている、まさに至高だそうです。そうですね、自分が着たい服っていうコンセプトですよね。なるほど、でもニットの日っていうのがあるのは知らなかったですね。12月10日ではないんですね。2月10日って多分ニットの日か、いつでもニットの日ってこと、1月言ってるから、いつでもニットの日っていう、12月10日いつでもニットの日、あ、じゃあ2月はまたニットの日があるんですかね。いろいろあるんですね。こんな感じです。